俺の看板 AWF。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、とある抜け道があるんで紹介していきます。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですが、それが、まあ、ガチャに今その中身シークレット入ってないっしょ。入ってないんですよね。いろいろまあシークレットのスキンとかあると思うんですけれど、入ってないんですが、はい、ですがこれを安価で当てる可能性がある場所があるっていうね。はい、それがまあ今出てますトレーニングコラボガチャの方で、これの方を活用することによって、なんと安価でオルタスキンの方を当てることができるんですよ。これ中身見れるんですが、こっからね、実はその確率振られてますよね。オルタスキンね、こっから当てれるんですよね。はい、なんで今回狙ってみようかなというふうに思います。これでかいよね、マジで。当てるのさ。まあ、一回ちょっとじゃあ俺、買ってからワンチャン狙ってみようかな。これ当たったらマジで強いよね。もうありえないぐらい強すぎると思う。オッケー、これでトレーニングコラボガチャね、ゲットできるというふうになってますね。こっから一応開けるんだ。当たったらいいな。もう普段やったら俺こういうの売ってますけれど、今回は開けてみようと思います。え、なんか、あ、まだ使用できませんか？あ、そっか、これ24からか。ねえ。24からトレード可能になる。あ、そっか。コラボレーション終わらんとすれば買えないっていうシステムやったっすね。まあ、でも、コラボレーション終わったら逆に言うと買えるわけだな。安価でも俺たちに当てれるわけだな。でも拡張できんかったら意味ねえな。微妙なところですね。そう考えると。ね、拡張せずともいいっていう人やったらいいのかもしれないね。ね、サクラの方をゲットしたりとか。あと普通にこのトレーニングコラボ会社の方ですね。まあ、マーケットの方で、まあ、そのうち販売できるようになりますんで、マーケット販売していけばいいんじゃないかなっていうふうに思いますわ。まあ、自分も最近ね、マーケットで販売して、あの、ハンターハンターのトレーニングコラボ会社、まあ、600金券で販売できたんですよ。1個600金券でかくない？前もそれを売ってる時、ね、1500円売ってましたんで、1500円やったら大体750金券でしょう。まあ、なんで5個あったら、1個600金券換算しても3000金券やからですね。ね、買っといて損がないっていうね、さっきのパックの方に関しては、実質まあその未来使えるチャージ特典みたいなもんですからね。そういう使い方してみても皆さんいいかもしれませんね。はい。はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、シークレット衣装しかレベル上げれないの差別やろうと。面白みないよね、今回服スキンの。せっかく人気のキャラやのに黒しか上げれないんだと思って、白にもなんか実装すればよかったのにねっていうふうには、まあ自分思いましたね。まあ銃とかに関してもね、やっぱそのシークレットがあったらシークレットの方がよく見えるよな。普通の方はなんか拡張してもなんか微妙だなって気分になっちゃうよね。なっちゃうと。ねえ、まあうまいこと売ってますよ、本当に。で、次ですね。ギルガメッシュがいないフェイトコラボに価値はありませんと。フェイトコラボ今回ね、キャラクター少ないのね、白がいないのがね、ますね。まあ一応そのオレンジ枠の方がさ、あれなんだよな。まあ白モチーフというかね、白の、まあ魔術モチーフになってますけどね。あ、ここで消費しちゃうんだってのはちょっと思いましたが、キャラクターとしていないのはちょっとなんかね、うん、普通になんか待機場展示でさ、アンリミテッドブレードワークス、無限の牽制をさ、ね、出せますよみたいな、うん、そんなんあったらさ、めっちゃなんか面白そうだったじゃん。そこないのはちょっとなんか残念ですね。アーチャーがだって一番だってさ、爆発にいいでしょ。ブロークンファンタズムしてよみたいな。ね、アーチャーの指さ、キーマクで出せばよかったのにな。思わんね、エミアのスキン。エミアの指。ブロークンファンタズムだよ。一番いいじゃんな。金幕向けじゃんね。で、次ですね。無駄な時間があって言い出したら、ゲームやってる時間そのものが無駄やし、楽しむ気がないやつはさっさとやめたらいいと。まあね、プレイヤーを排除していったら、ユーザーはいなくなるばっかりですよ。そうではないんですよね。今やってないプレイヤーをどうやって取り込むためには、何が必要かって話をしてるんで、そもそもまあ個人的にどう楽しむかって話ではないんですよ。そういう観点ではなくてですね。で、今現状ですね、成功しているガンシューティングゲームっていうのが、まあ無駄な時間を省くことによって成功しているゲームっていうのが非常に多いですね。まあエペとかバロラント。例えばバロラントの場合ってのは、一線の回転設定するまで鬼早いじゃないですか。めちゃくちゃ早いことによって、常にまあ設定しているっていう状態を作り出すことができているわけですね。これによって、まあそのユーザー数っていうのを保っている、面白いというふうに思われているわけなんですよ。で、エペの場合っていうのはキャラの動き早いですね。で、効果起動とかも見えやすいんで、設定早くできるっていう。初動でその見える情報っていうのが多いんで、すぐ設定できて、その暇な時間がないっていう。ただ、こういうコードの場合っていうのは暇な時間がありますよね。明らかに移動の時間っていうのは無駄なわけなんですよ。で、こういうコードで使う移動の時間っていうのは戦闘の大部分を占めてると思いますね。6割以上は占めてると思います。正直、いらないです。ね、そこの時間がなければね、一戦の戦闘が例えば今20分ぐらい、20分30分かかっているのを10分ぐらいに短縮できるわけなんですよ。10分で。そうできたらめっちゃ快適ですよ。そして人ってのは快適なゲームに集まります。こういう行動が今既存で成功してるゲームからシェアを奪う必要があるわけなんですよね。シェアを奪うためにはまずその成功してるゲームのいい部分を真似ていく必要がありますよねって話なんで、そもそも個人的にやるやらないって話ではないんですよ。まあ、それにいらないプレイヤーはどんどん出ていけってしたら誰もいなくなりますよ。そして誰もいなくなったみたいななっちゃいますけれど、それでもいいんだったらどうぞ。まあ常にそういう話をしてるんですが、もしもそれで不快に
なられてしまったようであれば申し訳ありません。で、次ですね、バルラントモバイル今年に来たら来年には終わりそうなのかなと。どうなんだろうな、バルラントモバイルがまず流行るかどうかっていうところっすよね。で、バルラントモバイルで一番大事なのがね、大事な箇所が一箇所あって、まあ、バルラントが現状ですねめちゃくちゃ流行ってる理由って、まあ、もちろんゲーム性がいいってのもあると思うんですが、一番でかい理由ってさ、まあ、その例えば命が軽くて一戦が早くてね、何戦もセットでできるってのももちろんあるんですが、一番バルラントが流行ってる理由っていうのが、まあ、チートが非常に使いづらいっていう部分ですね。まあ、知識がないと基本的にチートは使えないと。で、チートその知識がないとさ、使えないっていうことは、販売ができないんだよな、チートの。販売するのが非常に難しいっていう。販売してからのアフターケアがめっちゃめんどいっていうね。これがあるんで、まあ基本的にそのバルラントのチートってのは流行りづらいっていうね。もちろんその使えなくもないけれど、流行りづらいっていう風になっているわけなんですよね。やっぱチートって売れないって意味ないんで、売れないチートに価値はないからですね。万人に売れるチートじゃないと意味ないんですよ。でも、バルラントの場合っていうのは非常に売りづらいっていう。これがね、バルラントのね、一番流行った要因だと思うんですが、まあ、そのスマートフォンでバルラント出した時っていうのは、そこが非常にね、困難だと思う。うん。多分チーターめっちゃ出てくると思う。ランク間にその、電話番号での認証が必須ですみたいな、そういうのをつけない限りは、多分ね、確定でチーターが結構出てくると思う。そうなった時に流行るのかって話なんですよ。まあ、もしもチーターのシャットアウトに成功したら、結構いけると思う、バルラントは。でもそこができなかった場合っていうのは、怪しいと思う。バルラントモバイル。結構そこは焦点になると思いますね。流行るか流行らないかも。で、あと前から自分言ってますけれど、基本的にその同じタイトルのゲームがコンシューマーとかパソコンにある場合っていうのは、スマートフォンで数字を取れないんですよ。これまあ Apex モバイルの時も話したと思うんですけれど、基本的にスマートフォン版でプレイしても数字取れません。ライブアクティブの方も取れません。そうなってくると、まあこれね、バルラントモバイル流行るのかって言われたら微妙かな。もう同じくその数字の取れないゲームに正直価値ってのは見出しづらいんで、まあこのゲームするぐらいだったらパソコン版やるよなってなって、結局そのスマートフォンでのプレイヤーが減ってしまうっていうのはあると思うし、まずそのバルラントモバイルが入るかどうかっていうところが五分五分かな。ねえ、もしもその仮に COD モバイルとか PUBG モバイルみたいに流行ったとしたら普通に勝つね。うん、こういうコードも完全に衰退すると思う。だってメイストとか団体に行っていた層が丸々そのまま多分バルラントモバイルに行くんだよ。で、正直さ、今団体が結構こういうコードで一大コンテンツやん。一番多分その大会を除いたコンテンツの中では最も多くその戦闘されているモードだと思うんだよね。だから、その団体の層が丸々全部バルラントに行ったら、こういうこと完全に終わるね。それまでにこういうコードは、バトロワであることの良さっていうのを、ちゃんと出さないといけないんですよ。今のところこの5年間演出できてないんですよね。こういうコードのバトロワの良さ。ね、バトロワで戦う意味っていう。一戦はクソ長いしさ、ね、準備と移動でクソ時間使わされてさ、接敵して戦闘が終わるまではめっちゃ短いみたいなさ、駆け引きがクソ短いマラソンみたいなゲームじゃん。正直こういうコードって。ね、そこと比べた時にどっちがいいかってなったら、やっぱパッとプレイしてパッと終われるゲームの方がいいってなるわけで、まあ、そうなるとバルラント選ぶ人ってのが出てくるよね。まあ、なんだかんだバルラントもさね、一戦をその何セットもするから全部その1試合トータルすると、まあ、あれとなんか時間使ったりもするんですけれど、ただまあその短いモードとか出た時に、まあこういうコードコンテンツっていうのは完全に負けてしまうかなっていう。もしもそのスマートフォンに合わせたルールっていうのをバルラントが持ってきて、なおかつチーターがいなかったら間違いなく負けるやろうね。はい。